トップは IWA 女子チャンピオン260パウンス、レジー・ベネット。同じく230パウンス、アジャー・コンケショットタッグサバイバル45分一本勝負、ブル中野ライオネスアスカ対アジャコングレジーベネット。さて、後半戦は小川さんに借りまして、先ほど試合を終えた吉田麻里子選手にお付き合い願います。吉田選手、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて斉藤さん、はい、まあ、ビッグショットというタイトルの示す通り、はい、ブル様、アジャ、大物の揃ったタッグマッチということなんですが、面白い組み合わせですよね。はい、で5月先発がいきなりのブルアジャ対決、これ贅沢ですよね。はい、あんまりないですからね。とゴングと同時に観客席ヒートアップ。一人スタイナーか。あ、すいませんでした。いいですね、ご挨拶だけで乗せちゃいますもんね。今リング上で相対しているブル中野とアジャコング。斉藤さん、この顔合わせというのはマリンピアードのあれは90ですか、金網マッチをやった2人ですよね。はい、あっと、ここで割って入ったのがレジー。ブル様たまらず、そして10連これはすごい。足が空中に並んでましたよね、はい、ドロップキックっていうか、まあ一応ドロップキックなんでしょうけど、面白かったですね今ね。ブル様も負けていられない。そして場外へアスカ誘い出した。放送席へアジャが突っ込んできた。しかしアジャヘッドボットの回数、そして鉄柵へ。そして反対側ではブル対レジー、そしてこのポスト仕掛け、ブル様が鉄柵へ。レジーさらにキックで追撃。レジー、私がビッグショットだ。あー、ですよね。はい、いや、いきなりの展開で吉田選手の反響を伺っている場もないんですが、おっと、今レジーがブル様にス攻撃。そして一方ではアジャがアスカを引きずります。そしてテサイク、観客席へモンデリ打った。うわ、レシーがブルを追加する。おっと、これすごい。放送席目前でのラリエット。いや、みんな体が大きいですね。はい、体が大きいんで迫力が、あの大きい人たちにこれだけ動き回られたら、と一番スマートなのが、スマートなのが、はい、アスカなんですね。不思議ですね。そうですね。おっと、ダブルの成形。あ、そして今の成形の時なんか見ると、はい、ブル選手もアスカ選手にはちょっと気を使うというかね。なんだく、はい、こっちへ連れてこいと言われてもなかなか。アジャ、ごめん、アジャは連れていけない。重いですしね。はい、そしてこのこういうところでワンテンポ落とさずにアジャがすぐにコーナーに戻って、パートナーにチェンジするところなんかやっぱり起点効いてるっていうかね。はい、さてこのレジーと相手しているライオネス・アスカ、この辺はあまり馴染みないっていうかね。はい、そうですね、吉田選手馴染みないんですよね、この絡みは。あ、はい、当たったことあるんですかね。あ、でも後楽園でありますね。当たった時タッグとかエリミネーションとか、はい、そういう形ですもんね。はい、あ、この2人のシングルというのはどういうことになるのか。さ
なんですが、89年これメインで懐かしのと言いますか世界グローバル王者になってるんですね。はいはい、マリンピアード、でもあれなんていうのかな、レスルマリンピアードの歴史を紐解くと、はい、この5年間の流れが、今までで言うと20年分ぐらいの内容の歴史が詰まっちゃってるってこと分かっちゃうから、はい、そんなに歴史を紐解くとやっぱり5年前のあれとか、アジャとブルが金網をやってからそんなにやっぱりハーフデケードっていうかね、あ、はいはい、立っちゃってるわけですから、今ここにこうやって4人がこうタッグでいるというの自体が不思議っていうかね。そうですね。そしてアスカが目尻わき固め、独特の決め方の脇固め、しかし今のこのイメージチェンジしてからはビッグマッチ初めてなんですよね、大場所が。そういうことになりますね。あのアスカ選手、まあ初めてというかこの関東でですね、はい、ってことでいいですよね、吉田選手。このコスチュームが全部蝶の選手してるんですよ、ね、そうですね。で、ペインティングでしょ、はい、いや全然しっちゃがめっちゃがっていうか、あ、ここにブル様も加担した。さて、そしてこのブル、アスカ組なんですが、先日後楽園で北斗選手が両国のタイトルマッチに関しての、物議を醸し出したんですが、その結果受けまして、全日本女子プロレスでは両国の 3WA 世界タッグ選手権を暫定マッチと、北斗下田対ブル中のライオネスアスカ、これを 3WA 世界タッグ選手権暫定マッチとするということが決定してますね、はい、そして、北斗下田組はあくまでも 3WA 王者、もし負けた場合はこれは王座移動ではなく剥奪という形になるらしいですね。で、始め、おっと、ブルさんってなんかジャンボチルト選手みたいですね。なるほど、はい、どうぞ。そして、おっと、ブル様を蹴飛ばしてアジャが、おっと、今度はブル様のクローズラインがかかった。そしてサソリ、タガどこまで腰を落とせるか。アジャ選手の両足がすごく太いんだと思うんですよ、はい、だから両足でももを持たなきゃサソリにならないっていうね。なんか、吉田選手これ精一杯の形って感じですよね。ブル中野の世界が
して両チームチェンジ、アスカ対レイジテイクダウンして効いてるんでしょうか。今しきりに頭させていましたが、いやでも兄様の頭硬いから大丈夫ですよ。あ、そうですか。フットワットはすごいです。いや、あれは一種のポーズだと。ここでアスカのキック、キック。しかしレジも負けていない。立ち上がって今の横投げのパンチ気味でしたね。ベーダーしてますね。コンディションあんまり良くないですね。レジーラッシュに持っていくことそうでしょうね。
けのパターンですよね。脇固めもらって後頭部にね、ギロチンだったら。レジ立ち上がった。